酒好きな、元新潟人の飲酒動画。今回は待ちに待ちましたこちらです。はい。限定生産の焼酎、宝焼酎ハイボールの、大衆酒場の梅割り。これね、最近発売したんですよ。3月の25日から発売ということで、早速買いに行ってね、コンビニをね、4軒ぐらい回ってなくて、仕方ないんで、酒屋に、格安っていう酒屋があるんですけど、そこに行って購入しました。アルコール度数が 7% で、無果汁です。甘味料ゼロ、プリン体ゼロ、糖質 80% オフ。原材料名が、焼酎括弧国内生産、製造、糖類と酸味料と香料とカラメル色素。香類焼酎に、独自の、梅シロップ括弧エキスなどを入れて、供される、東京下町の大衆酒場で人気の梅割り。その味わいを追求した焼酎ハイボールです。独特の梅の香りを、爽快な切れ味でお楽しみください。と書いてあります。ね。こういうのを飲むときはやっぱり、あれっすよ。しっかりね、氷を入れてね。焼酎はね、いわゆる普通のチューハイって大体そもそも焼酎使ってねえんだ。大概がチューハイってさ、焼酎使わないであのー、あれ使ってるでしょ。ウォッカ使ってるでしょ。ウォッカはね、氷と相性がよろしくない。で、焼酎だったら、結構、相性あるんです。相性がいいんです。まあ、こちらの、ローソンストア100で売ってる108円のね、氷。1.3 キロ。これ 1.3 キロで108円で、マジパネーかな。マジコスパパネーんだよ。それではいただきましょう。これ楽しみだな。俺もね、ここにあるんですよ。実は、こちらに。天馬の梅を、使った、この中に焼酎と天馬の梅混ぜて、これを1対1で、炭酸と割ることによってできる、あれですね。天馬の梅の、ハイボール。下町ハイボールってやつね。天馬の梅は、あれですね。あそこで売ってますよ。楽天で売ってるわ。逆に言うと楽天ぐらいじゃないとあんまり、まあ、アマゾンでも買えるか。アマゾンでも買えるとは思うけど、まあ。そして、今回は、グラスはこちら、金宮のね、俺がお気に入りのグラス。金宮グラス。この後ろにね、アルコール度数のね、目安のね、これちょっと見づらいんですけど、ここに25度と20度っていう線が入ってて、るんですよ。つまみも用意いたしました。こちら、じゃん。プリッツの、バジル、超カリカリ 100本入り。まあいいや、乾杯。あ、すげえ。これ梅だわ。いわゆる梅干しとかの梅ですね、あれ。青梅みたいな。普通、天馬の梅のやつは、あれ全然、梅の味じゃないんですよ。なんかね、何の味なのか俺もよくわかんないんだけど。これあれ。青梅の味がする。梅干し割りってあったでしょ？焼酎ハイボールの。あれは梅干しなんですけど、こっちはね、青梅だね。青梅の、味がする。味っていうか香りなんかな。うん。
あ、美味しい。でも実際はこんな味しないんですよ。これあの、こんな味しないんですよ。本来は。本来はこんな味しないです。梅の、青梅の味しないんですよ。うん。だけど、ぶっちゃけこっちの方がうまい。はっきり言うと。うん。まあ、梅酒みたいなもんですね。ほんのり、なんか、梅酒に近い味が。うん。そんな感じ。うんうん。だってそもそも梅酒ってさ、あれ焼酎使って作るでしょ？氷焼酎の大体35度ぐらい使って、まあ、作るじゃないですか。だからそれを、ほんのちょっとこう、梅酒を入れて、それで、まあ、焼酎と、はい、炭酸水で割ったような感じ。ああ、うまいな、これな。本場の味とはちょっと違うんですけどね。一応本場が、天馬の梅っていう、ものなんですけど、あ、でもこれ、これもいいわ。これ美味しい。甘くなくって、ほんのり、やっぱり梅酒の味。うん。もうそれしか言えねえわ。こちらが3月の26日に全国で新発売ということで、なっております。宝焼酎ハイボールシリーズから限定生産の、大衆酒場の梅割りを3月26日より発売と。うん、下町の大衆酒場で飲み継がれる、梅割りは、氷類焼酎に独自の梅シロップを入れて飲まれる、昔から人気の飲み方です。梅シロップによる独特の甘い香りが楽しめる限定生産の、焼酎ハイボールです。うん。これ美味しい。うん。これもつとかと合わせると美味しいんですよね。うん。だから、あまりにうますぎて、昔こういう逸話があったんですよ。その天馬の梅っていうね、まあ、その元ですよね。これの元になるやつを、その原液をね、店側、その居酒屋しか手に入らなかったんですよ。だから一般販売してなかったんです。で、そのあまりにもこう要望が多くて、うん、なんか、まあそれで結局、まあネットとかで、まあ今楽天とかで買えますね。うん。だからパクリ商品とかもすげえ出たらしいんですよね。天馬の梅のパクリ商品みたいな。だから製造方法とかはもう一切の、企業秘密ですね。これをどうやって作るのかっていうのが、企業秘密で。だからそれで、まあものすごく、居酒屋では本当に、これがうめえと、すっげえ話題になって、なったんですよ。うん、ただこれは、ちょっと違うね。うん。うん。これ梅酒の味ですね。簡単に言えば。ああ。だから、天馬の梅って、普通に、楽天とかで売ってて、買うんですけど、
あの、何が梅なのかっていう話なんですね。ぶっちゃけ梅の味しねえんですよ。原液を飲んでも、あの、一切味はしない。うん。色が割とオレンジっぽいんですけど、実際飲んでみてもね、あ？って感じ。特になんか、風味が強いとかではなく、一切、ほとんど味がしないっていうね。うん。うわ。そうだ。忘れてた。今日俺、歯医者行ってきて、硬いもん食べないようにって言われたんだ。忘れてた。あ、美味しい。プリッツ。懐かしいな、これな。もうなんか10年ぶりぐらいに食った気がする。これのさ、あのトマト味がすっげーうまいんだよな。あれがもうめちゃくちゃうまい。トマト味。な。わかる人はわかる。プリッツのトマト味がすっごいうまくて、半端ねえんすよ、あのうまさ。うん、とんでもない、あの、プリッツね。とんでもないうまさ。一般的なこのサラダ味っていうのなんですけど、一番俺が好きなのはこのトマトプリッツってやつね。これがあの、マジでとんでもなくうまいっていう。久々に食って思い出したわ。とんでもなくうまいのにずっと忘れてたな。意外と高いんですよ、このトマトプリッツってのが。うん。とりあえず左の奥歯が、あの、今日歯医者行ってきたんですけど、左の奥歯がなんか、まあ、欠けたからね。欠けてなんか冷たいもの飲むとキーンってするんで、行ったら、あの、その欠けた原因は、まあ、虫歯でしたと。虫歯が進行してて、左の奥歯なんですけど、んで、うん、また一週間後ぐらいに、また来るようにね、うん。あの、詰め物するらしいから、うん。これトマトプリッツ久々に食いたいな。でもこれも普通にうまいな。あの居酒屋か。あの、パスタ。なんかパスタのさ、をさ、なんか油で炒めたらなんかあるよね。あんな感じの。うん。あれも美味しいよね。うん。ああ。あ、うまい。確かにうまい。うまいな。うん。実験にこれ飲んでみましょう。こっちの、本場の方の、あの、ね、天馬の梅の方。これ多分、度数が、アルコール度数20度ぐらいなの。多分。これね、そのまま飲んでもね、やっぱ味がそんなに、だって原液自体をそんなにそのままストレートで飲んでも、何の味っすかっていう感じなんですよ。ね、いただきます。うん。うん。
これ、全然違いますね。これとは全く別物です。で、じゃあ何の味なのかっていう話なんですけど、自分にもわかんないです。表現のね、表現できないですね、この味は。天馬の梅の味は。少なくとも梅の果汁は全く使ってないですよ。天馬の梅ね。あ、売ってますね。アマゾンにも売ってます。アマゾンで、あ、安い。1.8 リッターで、送料無料1628円。安い。これ安いの？これ天馬の梅でググると出ますんで、皆さん。本場の方を飲みたかったら、ググった方がいいです。で、この天馬の梅っつうのが、3種類あって、一応アマゾンにも売られてるんですけど、赤ラベルと青ラベルと黄色ラベルっていうのがあって、違うんですよ。で、一般的に、焼酎で割るっていう、ものだと、赤ラベルっていう、が使われるんです。で、青ラベルが、何に使われるんだろう。あ、これあれですね。ハイボールじゃなくて、ストレートで飲むタイプ。もしくはロックで飲む。タイプの、下町、東京の下町でね、居酒屋であるんですよ。焼酎を、グラスに、こんぐらいのグラスにさ、9割ぐらいまで入れて、で、残りの1割をこれ入れて飲むっていう感じ。結構浅草とかで有名ですね。前俺も行きましたけど、動画撮りましたけどね。もつ焼きの、もつの。もつの、店ね。あ、美味しい。だから、焼酎と、やっぱ、もつはすげえ合うんですよ。もつ煮込みとかさ、ホッピー通りとかあるでしょ、浅草に。ホッピーとかも大好きだし。まあ、ああいったところに、大体ありますね。台東区。多分、台東区。千代田線の、上野の、上野駅の右側で、東側か。
下町ハイボールって一般的に呼ばれてるんですよ。うん。これはね。うん。当然その、ハイボールも売ってるんですけど、あれも売ってる。その、焼酎をストレートで、その9割入れて、で、残り1割をその、原酒ね。原酒ちゃうわ。シロップ。を入れると。で、かなり度数が高いんで、うん。だいたい店で、ほら、すぐ酔っ払っちゃうから、もう店でもう、なんかほら、酔っ払われたら、ほら、何しでかすかわかんねえじゃん。だから大体店によっては、3杯までとか2杯までって決まってる。一人2杯か3杯までって。決められてるんです。うん。あ、そうだ。もう一個言ってなかった。この天馬の梅の赤ラベルと青ラベルはさっき言った通りなんですけど、この黄色ラベルは何かっていうと、黄色ラベルは確か焼酎でね、ウイスキーではあるんだよな。うん。確かウイスキーなんですよ。確か。ウイスキーを、ウイスキーこれぐらい、3割ぐらい入れて、で、その、黄色ラベルを1割ぐらい入れて、で、その後に炭酸で割ってハイボールにする。うん。だからまあ、焼酎をウイスキーに変えたっていう、まあ、だけなんですけど。それ用の、ものが黄色ラベルなんですね。うん。ああ、そうだ。あとは下町ハイボールっていうのは大体、レモンの、輪切りのレモンが絶対乗ってるんですよ。輪切りのね。うん。輪切りのレモンが乗ってて、そんで、お客さんがもう何杯も飲むんで、そのレモンを、入れて、で、飲み終わって、ここにレモンが残ってるんですよ。で、おかわりっつってこれ出して、で、またレモンが2個、もう1つ来るわけじゃん。で、2枚来て、で、また全部飲んで、で、おかわりっつって、3杯目でなると3本。だからもう、レモンの輪切りの数で何杯飲んだかって分かるんです。それで、まあ分かりやすい。会計の時に。あ、これあれじゃん。堀切勝負園の、駅、の近くに飲めるとこあるらしいな。
ああ、これあれじゃん。俺ずーっと欲しいんですよ、このね、あのね、瓶の炭酸、あの、東京の、瓶の、180ml ぐらいの瓶の炭酸水。いわゆる、あの、東京の、あれ、水道水で作ってある。東京しか売ってないその炭酸水があるんですよ。これ。うん。この情緒ね。だからぶっちゃけ炭酸水なんて何でもいいだろっていう話なんですけど、でもやっぱり瓶の、あの、炭酸水って、その、レトロ感があるじゃないですか。それが好きなんですよね。で、しかもほら、普通の炭酸水と違って、あの、東京の水を使ってるんですよね。水道水をね。確か。うわ、ここ行ってこようかな。うん。え、一杯250円だって。うへぇ。焼酎ハイボール。うわぁ。で、あ、そうそう。あと東京のだと、あの、言われている方、入店ダメです。書いてる。もうそもそも最初から酔ってそこに行くっていうのはできないんです。これ大体あの東京のこういう下町の酒場だとほぼ確実にこれダメなんです。うん。清し。堀切勝分駅の、あたりに清しっていう、居酒屋があるらしい。酔って入店すると入店を断られてしまうので絶対にやめましょう。だって他のお客さんに迷惑をかけちゃうからと、おかみさんに、おかみさんと。逆に断られたらすんなりと帰るのがのんべえの流儀だよと。常連さんが教えてくれましたって書いてある。いいっすね。焼酎ハイボールを飲める店が多く点在することが、堀切勝負園駅が、堀切勝負園が、焼酎ハイボールのメッカと呼ばれるゆえんなのです。このあたりでは焼酎ハイボールのことをボールと呼ぶようです。これはあの、そうですね。ボール一丁。ボールくださいって言うんです。うわぁ、これ行ってこようかな。チャリで結構時間かかるんだよね、これ。ここ結構遠いですね。結構遠いけど、チャリで行って、で、飲みまくって、で、飲酒運転して帰る。うん。あの、自転車ね。よくやるのが、俺がよくやるのがもう、あの、飲酒運転ね。うん。昔あの、高校生か。高校生の時によくやってたわ、マジで。うわぁ。すごいな、これ。うわぁ、うまそう、これ。うわぁ。半端ねえな。俺が高校生の時に、夏に祭りがあるんですよ。夏祭り。んで、その時に仲間と、
長番地行って、みんなで、そこら辺から酒買ってきて、そこら辺にある、コンビニで、酒買って、ビグビグしながらね。だって高校生だから15歳か16歳くらいでしょ。どう考えても違法なんですよ。うん。でも毎年、その、友達と、高校時代の友達と、まあ中高、いや、言ったらもう、小中高一緒だったの。友達が一応俺にもいたんですよ。1、2、3。俺合わせ4人か。俺合わせ4人、あ、5人だ。もう1人いた。5人いて、で、夜に祭りが、夏の祭りで、夜に、祭り行って、で、新潟のね、新潟の、限定の、ポッポ焼きっていうのがあるんですよ。新潟ではかなりメジャーな、ポッポ焼きっていう、まあ、簡単に言えば、黒糖パンですね。黒糖蒸しパン。細長い、細長い黒糖蒸しパンみたいなのがあるんですよ。あれ新潟限定みたいですね。ずっと知らなかったけどね。で、それが3本100円、10本で300円なんですよ。で、それを買って、うん、買うんです。で、一人、友達の家にそこにみんなで集まって、なぜかその友達、その集まった、その友達の、部屋じゃなくて、もう、完全にもう、夜中とかでも騒げるような、なんか離れがあるんですよね。2階の離れがあるんですよ。1階が、その駐車場で、駐車場っていうかその車庫で、で2階がもう何にもない、綺麗さっぱり何もない、部屋があるんですよ。で、そこで、毎年、ね、夏祭りの時に、みんなでこう集まって、そこら辺がチューハイとか、第3のビールとか買ってね。で、祭り行って、いろいろ買って、で、最終的にそこに集まってみんなして飲んで、なんかペチャペチャ言うて、るみたいなね。思えばあの頃が一番楽しかったわ。中学時代が多分個人的に一番楽しかった、ね。うん。うん。中学だな。中学時代が一番面白かったか。そういう意味ではね。うん。まあ、あれっすよね。そういうのってあるじゃないですか。まあ今は全くもうだって、もう連絡すら取ってないですからね。他の4人とはね。一切連絡を取ってない。あいつら何やってんだろうな。もうなんか、社会人になって、すっげえ疎遠になったんですよね。うん。疎遠になった。
よくある話ですよ。香り。これは、あれっすね。これ非常に飲みやすくなってる。ぶっちゃけって言うと、天馬の梅の、あれは全然なんか、ぶっちゃけて言うとあんまり美味しくない。こっちの方が多分美味しいと思う。うん。しっかり梅酒の風味があるからね。ということで、1、2、3、4です。ご視聴ありがとうございました。